ローン払い終わっても残るのは築35年のボロ家だけだ。賃貸の方が良かったと思うぞ。そうかな。ブラックワールド。いやー、こうして高一と酒を飲む日がまた来るとはな。大学以来か。ああ、その俺に大学生の子供が2人もいるんだから変な気持ちだよ。お互い年食ったな。俺の名前は高一、45歳、中小企業に勤める普通のサラリーマン。大学卒業後、就職した職場で妻と出会い、結婚して子供を2人授かり、安定した平凡な人生を送り今に至る。俺に対して親友の熊本は俺と同い年なのに未だに独身でフリーターをしている。本人曰く、自由を愛し自由に愛されている男らしい。そろそろ熊本も安定した生活を送ったらどうだ。住んでるところも転々としているようだし。安定？それが本当に幸せなのか。高一は持ち家だよな。ロンは？あと15年近くあるけど。それのどこが幸せなんだよ。払い終える頃には70歳間近。すでに子供たちも海外での仕事を考えているようで、長期休暇は留学に行っており、実質妻との2人暮らしで家を持て余している。子供と一緒に暮らすなら持ち家もいいけど、子供が外に出る機会を奪うなら子供の意思を尊重してない。一緒に暮らしたいなんて言ったら、それは親の一方的なエゴなんだよ。熊本も実家は一軒家だが、通勤の便や一人の時間も限られてしまうのが嫌で実家を出た。今でも賃貸物件を転々としながら楽しく暮らしている。俺は何かを背負って生きていくなんてまっぴらごめんなんだよ。ローン払い終わっても残るのは築35年のボロ家だけだ。賃貸の方が良かったと思うぞ。そうかな。俺は今まで家のローンを返すために必死に働いてきた。でもそれは家のために生きてきたのではなく、マイホームで暮らす家族のために働いてきたのだ。しかし現実はどうだ。子供は家を出て行ってしまった。ローン払い終わっても残るのは築35年のボロ家だけだ。賃貸の方が良かったと思うぞ。本当にそうなのかもしれない。おい、聞いているのか。はい、私でしょうか。お前以外に誰がいるんだよ。こんなミスするやつ最近たるんでるぞ。すみません。子供たちがいなくなってからすっかり仕事へのモチベーションが下がってしまった。その結果ミスが増えてしまった。今度の会議でお前の減給処分について話そうと思っている。そんな。また前のようにしっかり働いてくれれば給料は元に戻る。今回のこの処分は受け入れてくれ。今回の減給の件、妻のリサにはどう伝えればいいんだ。ただいま。今日もいないのか。友達とご飯を食べに行ってきます。何か適当なものでも食べてください。最近では子供が手を離れたおかげでリサは自由な時間が増えて友人と出かけることが増えた。昔は妻と子供の声がよく聞こえたこのリビングも、ただ静かなばかり。あと15年近くもの間、この家のためにローンを払い続けなければならないのか。経年劣化でこの家の価値は下がる一方、早めに手放してこの重圧から解放されたい。熊本が言ってたように、何かを背負っていく人生に疲れた。それからしばらくして本当に給料が減給されていて、いよいよリサに話さなければならない時が来てしまった。リサ、話があるんだ。怒らないで聞いてほしい。実は減給処分を受けて今月から給料が少し少ないんだ。何それ、あなた何したの。この家のローンだってまだあるのにどうしていくつもり。それなんだけど、この際家を売ろうかなって。はあ、あなたそれ本気で言ってるの。この家もなくしてどうするのよ。賃貸にでも引っ越さないか。ああそう、勝手にすれば。私は荷物まとめてくるから。早速引っ越しの準備か。じゃあ手続きは俺に任せてくれ。ただ引っ越すわけじゃないわよ。あなたと離婚してこの家を出ていくの。なんで急にそんなことを言うんだよ。今あなただって急に減給だの家売るだの言ったわよね。もう決めたことなので、さよなら。リサ。結局家は購入してから20年近く経っており、立地も駅から遠くて入り組んだところにあるため大した額にはならず、リサと半々に分けたので
想像よりももっと少ない額しか手元には残らなかった。トータル大赤字。俺は賃貸物件に住むことを余儀なくされた。家庭も家も失って、本当にこれが幸せなんだろうか。家賃をケチったせいで住むことになったこのアパートはどうやら外れ物件だったようだ。四六時中どこかで物音がする。まあ静かなリビングよりはマシ。誰かと一緒に住んでると思えばって思えるか。あ、すみません。大きな音を立てるのもはばかられ、趣味の映画鑑賞の時間は限られており、仕事から帰ればもう見れるような時間帯ではなく、夜は何もできなかった。ストレスの発散もできず、どんどん溜まる一方になってしまい、限界を迎えた俺はすぐにこのアパートを引き払った。次に引っ越したマンションは防音環境にもこだわった。必然的に築年数も浅めで、外観もとても綺麗だ。夜もこうして映画を好きなだけ見れる素晴らしい物件だ。はぁ、もうこんな時間か、寝よう。ただ難点は職場までの距離があり、通勤に時間がかかるため家にいる時間が減ってしまい、映画を見ることがなかなかできない。さらには設備がいいため家賃も高い。ローンを払っていた頃とほとんど変わらない金額を払うことになってしまった。って何の意味もないじゃないか。防音がしっかりしていることが実証された。そうか、お前もついに自由を愛する男になったか。何が自由だよ、どんどん悪い方に向かっていってるよ。まあ確かにな、あの家を売らなければ今頃は大金が舞い込んでただろうに。どういうことだ。どうやら持ち家があった近くに商業施設ができるらしくて、今ではあの地域の地価が高騰してるらしいぞ。惜しかったな。惜しかったなじゃないだろ。俺が横蔵したのはお前のせいだからな。俺は一言も家を売れなんて言ってないだろ。それはそうだけど。まあまあ気にすんな、今日は俺がおごってやるから飲め飲め。俺は大きなミスをしたのかもしれない。さらに翌日追い打ちがかかった。ああ家を売らなければよかった。おめでとう。おめでとう。なんだやけに騒がしいな。結婚おめでとう。ありがとうございます。いやー、ついにお前が結婚か。あいつ結婚するんだ。俺の心境とは正反対のお祝いムードに職場は包まれていた。結婚するのか、おめでとう。結婚式呼んでくれよ。高一には何もやましいことはしていない、これは断言できるが、申し訳ない、結婚式には呼べない。お、どういうことなんだ。俺の奥さんになる人リサさんなんだ。なんだって。高一と離婚した後、たまたまリサさんと話す機会があって。そうか、そりゃ呼べないよな、仕方ない。あ、すまない。気にするな、リサを幸せにしてやってくれ。それからリサと同僚は楽しく幸せに暮らしているらしい。もちろん二人は大きな一軒家に暮らしているそうだ。元気だったか。まあね、それなりに。そんなことより帰ってきてびっくりしたよ。離婚して家も手放したんだね。ああ。じゃあお父さんはどこで暮らしてるの。ワンルームのマンションで暮らしている。よかったら今度遊びに来ないか。父さん仕事で忙しいからなかなか時間は取れないと思うけど。ああ、いいや、兄さんと一緒に帰る予定だし、さすがにワンルームだと狭いでしょ。そうか、そんなことはないと思うけど。そこに押しかけるのは悪いし、母さんが新しい、その、旦那に会わせたいって。そうか、わかった。ごめん、そろそろ電話切るね。それからも、日本に帰国するときはリサと同僚の家に行くだけで、俺とは電話で話す程度だった。持ち家は大きなローンという問題がある。ご近所トラブルだってあるだろう。そんな時は簡単に引っ越すわけにはいかない。でも自分の大切な所有物となる。賃貸物件はお金をいくら払っても決して自分のものになることはない。もちろんご近所トラブルが持ち家に比べれば対処しやすいかもしれないが、ゼロではない。でも生活様式に合わせて引っ越しがしやすい。決して安い買い物ではない。もし選択を間違えれば今の俺のような結末をたどることになるだろう。
ここまで見たお主らは見込みがある。チャンネル登録をしていくがよい。